セレッソ大阪のルーキー MF 坂田美代や、レイヤ、18、が、北海道コンサドーレ札幌戦で J1 リーグデビューを果たした、2-3 の後半35分、FW カピシャーバとの交代で途中出場。1点を追う終盤に、左サイドで高い位置を取って打開を目指した。DF2 人を相手に得意のドリブルで仕掛けるなど、果敢なリーグデビューとなった、坂田は5日のルヴァン杯1次リーグ、アウェー京都戦で公式戦デビュー。中3日で再びピッチに立った、坂田は、ルヴァン杯とは違ってホームだったので、出たい気持ちが強かった。緊迫感と圧を感じた。その中でいつも通りにプレーできるか？個人的には良くなかった。それでも、緊張感はあまり、なかった。ドリブルで仕掛け続けるのはドリブラーにとって一番大事。今回は1回でしたが、回数を増やしていきたい、と話した、小菊秋夫監督、47、は、美代や、坂田、は右でも左でもワイドからスピードを活かして切り裂いていく。非凡なものがある。個でサイドを破ってほしい、と期待を込めた。厳しい状況での出場でしたが、果敢にチャレンジしてくれた。明日からの練習でもやってほしい。J1 のトップでも、良さを出せるので、セレッソの宝、として育てたい、と話した。セレッソ大阪は FW レオセアラの2ゴールで2度同点に追いついたが、札幌に2-3で敗れた。